トンマーゾ・サルバドーリ、トンマーゾ・サルバドーリは、イタリアの伯爵、鳥類学者である。鳥の自然史博物館で働いた。マルケ州、フェルモ県のポルトさん、ジョルジョの伯爵、ルイージ・サルバドーリとイギリス人の母親の間に、生まれた。ローマ大学、ピサ大学で医学を学び、1860年に、ジュゼッペ・ガリバルディの第二回のシチリア信仰に、軍医として参加した。 その後鳥リノに住み、鳥類学を研究し、1863年から1879年の間は、トリノ大学の動物学博物館のフィリッポデ・フィリッピの助手として働き、1879年から没するまで副館長を務めた。この館博物館の鳥類標本のコレクションをイタリアで最も重要なものにした、アジア地域の鳥類分類の専門家となり、 著書に、ボルネオの鳥類の分類一覧、パプアとモルッカの鳥類学などがある。これらの仕事は、イタリア人の探検家、ルイージダルベルティスラが集めた標本を研究したもので、ある。1890年から1891年の、間は、ロンドン自然史博物館の標本を分類し、ロンドン動物学会の外国人会員に選ばれた。300を超える論文を執筆し、イタリアでは、 最も重要な鳥類学者の一人である。カモカの鳥類の俗名、サルバドリーナやオートカゲ科の種、ビラーナス・サルベドリーなどの学名がサルバドリに懸命、されている。ありがとうございます。